ウィロード第14節1戦目バッターボックス内川、前の打席ではフォアボールを選んでいます。バンデンハーグ、まずは先頭バッターを打ち取っています。ショートの横抜けた、ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。打順は5番山川、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。加山、まずは先頭バッターを打ち取っています。一塁送球します。アウト、ツーアウト。そして打席には菊池が入ります。さあ追加点の欲しい場面、この場面でさらに引き離すことができれば気分的にも楽になります。低め、いいところに決まった。すぐに追い込みました。打ちました、ファウルボールです。これが4球目、いい当たり、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、レフト前ヒット。さあチャンスを広げていきます。今日は見事な完封で白星。